オットン一世は、ブルゴーニュ博及び、ルックセンブルク博。神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世と比である、ブルゴーニュ女博ベアトリス一世の四男。皇帝ハインリヒ六世の弟、フィリップの兄である。ドイツ名で、オットー一世、オットーフォンホーエンシュタウフェンとも呼ばれる。1190年に、父フリードリヒが死去した際、元は母のものであったブルゴーニュ博領を相続した。 1196年に、ルクセンブルク博ハインリヒ4世が死去した際、皇帝ハインリヒ6世は白領を略取して弟、オトンに与えた。ハインリヒ4世には、一人娘で相続人のエルメジンデがおり、その夫であるバルハクティボー1世がオトンと交渉した、結果、翌1197年に、オトンはルクセンブルクを放棄した。オトンは1190年に、 ブロアハクティボー5世の娘マルグリットと結婚し、二女を設けた。1200年に、オトンがブザンソンで暗殺された後、ブルゴーニュ博は、長女ジャンヌが幼くして継いだが、創生したために、次女ベアトリスがその後を継いだ。ありがとうございます。